そうライブ回想録大阪城ホールのアリーナ席でザブルーハーツを見たという話です。どうも関西で喋り手などをしておりますそうこうと言います。そうこうライブ回想録三公演目の今回も前回に引き続きザブルーハーツ1990年11月13、14、15日です。 3ーデイズやったんですけど3日連続でライブっていうのも改めて考えるとザ・ブルーハーツ側もすごいなって思うんですけども僕はその3日間ともラッキーなことにチケット取れましてあの高校生ながらに3連続で行きました3日間とも違う人と行ったんですけどもその辺は前回お話しましたがまああの初日2日目はスタンド席 かかなり遠かったんですよでも最終日の3日目はファンクラブを通して取ったチケットでアリーナが取れてるというそういった楽しみを残しつつの初日2日目だったように思いますそしてですねようやくねスタンドから見てた下に降りれるという興奮もありましたしまああの内容的には多分 ちょっとセットリストとかを詳しく見てないんですけれどもあの内容は同じだったと思いますけどやっぱりこう肉眼でねあのバンドメンバーがザ・ボルハーツが見れる近さという興奮がさらに相まってですねあのめちゃくちゃ飛び跳ねたことを覚えてます。とは言ってもですね まああのアリーナ席があってのライブだったのでなのでまあライブというよりかホールに席があるとコンサートというイメージの方が僕は近いのかなとも思うんですがでもあの同じぐらいの収容人数の武道館でねギグをライブでもコンサートという呼び方でもなくギグをやった時のボーイは ライブハウス武道館へようこそという有名なね言葉を氷室さんが発したようにやっぱ席があろうがね収容人数が多かろうがホールであろうが気持ち的にライブだったんじゃないかなっていうふうに僕もこの大阪城ホールのねザ・ブルーハウトも思うんですけどもまあでも1990年入ったばかりで。 平成ででうと2年になるんですかねまだ当時のおそらくライブハウスでもそんな今みたいにモッシュとかダイブというパンク系のラウド系のライブでもそういったことはあんま起こってなかったんじゃないかなってザ・ブルーハーツがライブハウスでねあのライブした時もダイブまではそういう まだ文化が日本には根付いてなかったような気もします、まあその場でめっちゃ飛び跳ねるいわゆるセックスピストルズとかのそのねパンクが流行った時代の70年代とかの一説にはシド・ビシャスがそのやりだしたっていうような話もあるそのポゴと呼ばれるピョン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 ジャンプするっていうのも。 それまでのライブではな,んかなかったみたいでそういう保護的なことでまあとにかくアリーナ席で飛び跳ねたなっていうのは覚えてますね。そしてあの SE がねなぜかクラシックでえっと後で調べたら「カルメンの闘牛誌」って

考えてみたら当時のザ・ブルーハーツからそれはずっと同じですねザ・ブルーハーツ時代もスタッフの人が1人出てきて皆さんいよいよ大阪城ホール最終日ですみたいなそういう流れだったと思います、はい、そしてですね1曲目1曲目がですねファーストアルバムの1曲目「未来は僕らの手の中」から始まったんですよ やっぱね僕ファーストアルバムの1曲目というのはどのミュージシャンバンドにしてもやっぱり宣言というかね世に売って出るまあその前にシングルが出てるとしてもアルバムの1曲目ファーストアルバムの1曲目っていうのはこれが俺たちなんだっていうかそういうような曲だとを選ぶと思うんですよ。そののの曲から僕がが見る初めてのザブブルハーツのライブが 始まったという、もうその興奮だけでもう一気にテンションマックスでそこからね何曲が立て続けで演奏してそれもそのファーストセカンドぐらいまでの古い曲やったと思うんですよね「ノーノーノーとかその辺が来てあのー。 うおーっていう興奮とあと「ハンマー」とかもやったんですけど「ハンマー」はまあシングルのカップリングかなその「ハンマー」好きな曲でねよく聴いててそのマーシーが歌うパートがあるんですけどそこであのそこで一緒になってまた今歌詞とあのその発売されてる 楽曲は「外は春の雨が降って僕は部屋で独りぼっち夏を告げる雨が降って僕は部屋で独りぼっち」「ハンマーガ」っていう一番そのサビの後のシメロみたいな感じなんですかねそしてまたサビに行くとこがそういう歌詞なんですけどそのライブで聴いた時には3日間とも多分そうやったと思うんですけどあの。 外は春の雨が降って、僕は部屋で一人ぼっちを二回続けたんですよ。だから夏を告げる雨が降ってっていう歌詞じゃなかったんですよ。だからこれはで後にその今みたいにもちろん YouTube も何もないですからね。あの映像で昔のライブとかを見て確かめるっていうことはもう当時はもちろんできなかったので、まあビデオ VHS が発売されたそれを買ってライブを見るとか後に DVD になったのを見るっていう形なんですけどそしたらまあしハンマーでは必ずその「外は春の雨が降って僕は部屋で一人ぼっち」を2回続けてたのでこれはもしかしたらその初期の方の作品だからほんまは2回続けた歌詞にしたかったのにちょっと2回続くよりもなんか変えた方が変えろって大人に言われて。 結構渋々夏を告げる雨が降ってとかに変えたのかなどうなのかなとかってそんなことも思いながらあの見てたりもしましたあとめちゃくちゃ覚えてるのがまあやっぱそんだけおっきなホールになると何かこう演出が必要だったんでしょうね一体感を作り出すためのまあよくあるといえばある演出ですがまあとにかくえ2回目の 2組目のライブ見るアーティストだったので1組目がマイケル・ジャクソンでもっとでかい球場だったので2組目はホールにちょっと僕なりには狭まったんですけどそこでですね上からめちゃめちゃ大きなそのゴム風船あれ風船爆弾の時やったかなおそらくでも曲のタイトルからと合わせてだと思うんですけど。 まあ直径どううでしょ 1m ーー半ぐらいあるんかな 2m はないかなまあそれぐらいの大きいね風船が何個も上から降ってきてもうとにかくそれに触りたくてねあのジャンプして手を伸ばしてそれがもうありとあらゆるところで何十個もポン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 してる中演奏するしていたっていうシーンを。 めちゃくちゃゃく覚えてますねで中盤にベースの川ちゃんがボーカルの曲「真夜中のテレホン」の頃はちょっとゆったりした曲なので座ってやってたと思うんですよね川ちゃんもまあしもう座ってたように思うなうんそれがその後になんか見た映像 だったのか、その辺がごっちゃなってまうんですけどおそらく座ってたとは思います。であのブルーハーツの次にヒロトとマーシーが組んだザ・ハイローズに加入することになる白井さんもなんかザ・ハイローズ時代は結構ワイルドやったんですけどブルーハーツの時に出てきた時はなんかいかにもピアノマンっていう感じで出てきてはりました。はい、そして、 ピアノが入る曲、トレイントレインやったかなまあそしてですねどういう形でまあ、情熱のバラもやりましたそのもちろんあのドラマ主題歌になってることを言った「ハイスクール落書き2」のテーマをやるよーみたいな感じだったと思います。 情熱てん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 そんなやつだと思いますけど <laughs> はいあのー、えっと1公演目でも言ったんですけどそのめちゃめちゃ興奮した時とかど,どうなんですかね皆さんライブってどれぐらい覚えてはったりしますか もうそれ以降ね僕もたくさんライブを見てセットリストを覚えようと思ってこう見ながら頭の中であの復唱しながらこの曲1曲目2曲目があれでってやるんですけどもう終わる頃にはやっぱ忘れてしまってて一緒に行った人とも「あれこの曲やりましたっけ?」みたいなことになったりすることがあるんですけど。 ただ僕が覚えてない記憶が悪いだけなんでしょうかねどうですかねなんていうことも気になったりしますがでも印象的なあの辺の席やったなとかその川ちゃんがベースを上に投げたなとかそういう印象的なことはシーンは覚えてるんですけどヒロトがどんな服装だったかマーシーがどんな T シャツだったかとかまでは。 残念ながら覚えてなくてね覚えときたかったなあいやねまああのそういったこともあったりしたわけですけれども時間が結構来たのでまああの3日見に行ってるので次回もそのちょっとまつわる話をしようかなと思うんですけどというのはですね えっとこのアリーナの日じゃないんですけど僕スタンドから見てる日になんとあのダウンタウンの松本さんも「ザブルハーツ見に来てる!」なんていうちょっとアクシデント的なことがあったりしたので次回4公演目でお話しさせてくださいちょっとザブルハーツばっかになりますけど次回 の4公演目でもちろん3日見に行ったということであの3回喋らせてもらってその次はまた違うアーティストの話しますんで飽きずにどうか聞いてほしいなと思います。そう,こうでしたさよならババイバイ